自分で会社作ったのね、大学生の時に。それでやった仕事っていうのは貸しレコード屋さんって言ってさ、当時は法律で揉めてたのよ、裁判沙汰になってたレコード会社と。だからもしもね、その裁判で負けたら貸しレコード屋さんはやっちゃいけないことになる、そういう商売をしたんだよ。要するにグレーってやつ。でも、ね、俺はその時になんでこんな音楽をね、みんなに広げちゃいけないんだろう、レコード会社やってて何言ってんだと思われちゃうけど、その頃はさ、俺もさ、まあ音楽を広げようと思ってやってたからさ、幸い勝ったんだよね、裁判に。だから貸しレコーダーレンタルビデオさん認められた。その中で今の ABEX がある。誤解しないでほしいのは、グレーなことをすればいいって言ってるわけではないよ。だけどサークル的なノリでバーって若い頃だったら会社できるじゃん。その時にさ、何をお堅いことするよりも、これってもしかしたらっていうことをやっちゃった方がいいんじゃねって思うよ俺は。今じゃブロックチェーンやね、ブロックチェーン。グレーだからまだいっぱいチャンスがあると思うよ。ブロックチェーンってでかいけどさ、その中にいろいろあるからと俺は思うよ。だからメタバースもそうだけど、うん、そっちは可能性がある。だってグレーだから。もしかしたらダメかもしんないよ。まあでもコインチェックみたいないろんな会社あるでしょ。なんかそこのアフリエイトやって儲けてる人いっぱいいるでしょ。知ってんのみんな、やつらがどうやって儲けてるのか。あんま言わないけど、言ったらかわいそうだな。仮想通貨の金融トレード俺はしないよ。仮想通貨は下がった時に買う貯金、預金だと思ってるんで、売ったり買ったりするのっていうのは、だったら株やりゃいいじゃんと思う。株よりこれがね、ボラティリティがでかいからやんだろう。いやね、締め出さないよ、締め出せないんだよ。中国は仮想通貨禁止にしたっていうか、自分の国で作るの。アメリカも USDT ってあんの、ドルに連動する。日本もデジタル通貨を作らざるを得なくなるよ。でもそれまでの間が儲かるから、なんちゃらおじさんとかやってんじゃないですか。アフリエイトで儲かってるんじゃないですかね。バイナンスのアフリエイトで月収3億とかいますね。いるでしょうね。でも味はバイナンスじゃないよ。なんちゃらこういうのあーなーだと思うよ。そこのお金でどっかの国行ったりしてんじゃねえの。あんまり言うと怒られちゃうから。